はい、皆さん、こんにちは。本日は夜の羽田空港からお届けしております。夜のライティング綺麗ですよね。滑走路、エプロン。いろんな色があって綺麗だと思います。私も初めてナイトフライト経験した時に滑走路のライティング綺麗だと思って見とれた経験があります。で、本日については10日。ライトについて皆様にお伝えできればなと思います。パイロットは夜間の灯火についてちょっと皆さんと違った視点で見ています。今回はパイロットの視点で灯火についてお話ししていこうと思います。よろしくお願いいたします。まずですね、航空機の灯火なんですが、空港に停留する場合ですが、夜間においては右舷灯、左舷灯および尾灯を点灯させなければなりません。まずは右舷灯ですね。これナビゲーションライトと通常言われております。今緑のライトが光っているのがわかると思います。で、ぐるーっと後ろに回っていくと白いライトですね。これが尾灯です。これからぐるーっとまた左側に回っていくと、左側のナビゲーションライト。これが左舷灯ですね。この赤のライトが左舷灯になります。あと、地上走行する場合は、衝突防止灯をつけなければなりません。これがビーコンライトにあたります。ではビーコンライトを入れます。ビーコンライトオン。ビーコンライトを入れると、機体上部及び下部にある赤いライト、ビーコンライト衝突防止灯が点灯します。今パカパカ光っているやつがそうですね。これでプッシュバックしますね。こういうふうにですね、いろいろ細かく航空法および航空法施行規則に決められています。航空灯の色には意味がありまして、まず白はですね、方向を示します。あと赤は危険、停止、禁止という意味ですね。黄色は注意および警告。緑は安全、進行、正常を意味します。最後に青は用心及び制限という意味がありますので、これ以降のタクシーしている間にいろんなライトが出てきますので、この意味を考えながらタクシーしていきましょう。ではプッシュバックしてですね、エンジンかけていきます。やっぱね、夜の空港は綺麗ですよね。やっぱ夜の空港は綺麗ですよね。このプッシュバックしてる間もタクシーウェイとかが見えるんでね、すごく綺麗です。今から止めて、プッシュバック完了ですね。で、パーキングブレーキセット。エンジン1スタート。いや、こっから見る月がめちゃくちゃ綺麗ですね。いいですね、これ。このアングル。では、ドームライトをディムにします。これはですね、安全運動のために、だいたいディムもしくはオフにします。で、コックピット内を暗くすることで、計器の視認性とか、機外監視がしやすくなります。では、タクシーライトオン。では、タクシーしていきます。では、まず正面のグリーンライトに沿ってタクシーしていきます。これが誘導路中心線灯です。緑の意味としては先ほど進行という意味があると言いましたけど、それですね。誘導路中心線とは通常タクシーウェイセンターラインライトと言われていまして、滑走路の中心線及び滑走路またはエプロンの出入り経路を示す灯火、あと運用上必須される誘導路、滑走路離脱部分、エプロンに設置されます。灯火につきましては航空緑、緑ですね。この不動光になります。設置間隔は30メートル間隔。停止定誘導路では15メートル間隔で設置されています。タクシーをするときに一番必要となる灯火ですね。では、この灯火に沿ってタクシーしていきましょう。このゲーム上では誘導路中心線上若干歪んでるんですけど、実際はですね、こういう歪みはもう全くありません。ちゃんとこのイエローのライン、この上についていたり、ちょっと外れてついていたりしますね。ここからライトターンで曲がっていきます。このようにですね、夜間タクシーをする上では誘導路中心線灯というのが非常に大切な役割をします。で、左旋回します。で、これからまっすぐタクシーしてランウェイ34レフトまで向かいます。そうすると目に入ってくるのが誘導路中心線灯の両脇にある青いライトなんですけど、これは誘導路の縁に沿って設置されているライトですね。これが誘導路灯です。青の意味としては用心および制限ですね。その縁、エッジを示しますので青になっているんだと思います。誘導路灯はタクシーウェイエッジライトと呼ばれていまして、地上走行中の航空機に誘導路及びエプロンの縁を示す灯火で、誘導路の両側及びエプロンの縁またはその外側に沿って60メートル間隔で設置されています。灯光は航空青の不動光ですね。これらの誘導路中心線灯は夜間のみならずですね、雪の多い地方で雪が降った時のタクシーウェイでもすごく役に立ちます。ここで黄色い小さい看板が見えてきましたね。これはですね、誘導路案内灯です。これはタクシーガイダンスサインと言われてまして、地上走行中の航空機に、経路とか分岐点を示したりっていうような標識なんですね。これには大きく分けて種類は3つありまして、そのうちの1つが一時停止すべき位置や禁止区域を示す、サインですね。これは記号等の部分は白、その他の部分は赤で表示されています。こんな感じですね。あと一時停止すべき位置以外の位置を示すものですね。記号の部分は黄色、その他の部分は黒で表示されていますね。あとその他の標識としては記号等の部分は黒、その他の部分は黄色というふうに大きく色分けで示されています。わかりやすいですよね。で、このまま滑走路ランウェイ34レフトに入っていきます。こういうふうなね、カーブの時も誘導路中心線と、それと誘導路とすごく役に立つんですよね。で、滑走路に入るとまたですね、ちょっと違ったライトが設置されています。こういった滑走路のライトについては次アプローチの動画に含めて説明を入れていきますので、その際確認してください。ラインナップした時のね、この感じめちゃくちゃ綺麗ですよね。では離陸していきます。マントガー SRS オートスラスプロスラストセット100ノット V1 ローテイトポジティブクラインギアアップなあ。やっぱり綺麗ですよね。しかも羽田空港はすごく正確にこの灯火がこのマイクロソフトフライトシミュレーターに表現されているんですね。なので本日は羽田空港を選んで皆様に説明動画を作ってみました。では次のアプローチの動画も楽しみにしておいてください。